どうも、クリンです。本日はですね、ライルにプレゼントするオーダークラブができましたのでご紹介いたします。ライルは昨年クーニンズの MIP 賞を獲得しました。2019年で最も印象深いホームランを打った選手に贈られるこの賞。ライルがグランドスラムっていう大会で放ったホームランが、多分2019年クーニンズで打ったホームランの中で一番飛んだ当たりだったんですよ。ほんとね、130m 近く飛んでたんじゃないでしょうか。そんなライルには副賞としてローリングスのオーダークラブ券をプレゼントしておりました。そしてライルのオーダーしたクラブは完成してうちに届きました。早速中身見たいんですけども、まずはライルがオーダーした映像がありますのでご覧ください。どうも、クーニンズのライルです。今日はついにオーダーシミュレーションをしていきたいと思います。それではこの、そうですね、ローリングスのサイトから、オーダーシミュレーションできますと、その前にいるんです。ローリングスのサイトに僕がいるんです。載ってます。ぜひ皆さんご覧ください。ということでやっていきます。クーニンズで使うので軟式をですよ。で、僕右投げ、内野用はこのピッツァグラブあるので、まあもう一個作る必要はないかな。内野もね、ほとんどやることないんで。なので外野用2つ目作っちゃいます。モデルはね、僕も決めてて、この BH8、BH9 っていうのが、皆さんご存知、僕の大好きなブライス・ハーパー、フィリーズのブライス・ハーパーのモデルのやつなんですね。まあ僕そんなに小ぶりなのがいいとかっていうのはないので、 BH9 ちょっとね大きめのこれをチョイス。はい、これは絶対に譲れないぞっていうのがあって、それがメジャーリーガーっぽさ。まあ一番最初にローリングスでオーダーしたこの外野手用グラブ、これは当時ナショナルズだったハーパーが使ってたグラブをもうほぼそのまま、ここの部分がハーパーは黒なんですけど、僕はここネイビーに変えただけですね。アメリカの刺繍も入れちゃったりとかして、 MLB っぽさをやっぱ追求した結果このグラブになったというところで、今回もやっぱりねメジャーリーガーっぽさ求めていきたいと思います。ウェブはやっぱりね、メジャーリーガーといったらこのプロ H、 ハーパーモデルのグラブでも使ってます。プロ H がこれ非常に多いということで、これプロ H です。僕はもう他はないです。黒をね、今回黒メインの外野手用グラブ作ります。ラベルカラーもね、まあ最近、割と最近選べるようになりました。見てごらんなさい、匠の技によって高級感が演出されています。はい、ということでこのブラックゴールド、これラベル確定です。補給面も背面も全部もう単色で、ウェブも単色で黒にしようと思います。いやー、クーニーさんに攻めろとか言われそうだけどな、仕方ない。サックスは手水色になりそうだな。じゃあやっぱりキャメルだよね。平裏のレザーカラーはキャメルで、レースカラーはこれは変えます。これは変えます。真っ黒だとね、せっかくオーダーする意味がないので、まあ、何かしら変えていきたい。うわ、キャメルは強いな。ロイヤル、いやー、攻めろと言われそうだけど、安定のキャメルにします。安定です。縫い糸って全体にこう張り巡らされてるんで結構印象変わるんですよ。これ今多分黒の状態、じゃあまあ手始めにキャメルにしますよ。違いますよね、全然違いますよね。違うんですよ。そう、男で言うとこうちょっとパンツにこだわるみたいな、あまり見えない部分だけどよく見ると気になる部分。ちょっと何言ってるか分かんないけど、はい、刺繍来た。刺繍をね考えました。僕たくさん考えました。インスタの質問でもね募集したんですよ。でやっぱ結構多かったのはやっぱ名前
ですよね。名前入れましょうとか、まあ、クーニンズのライルとか、入れましょうっていうのが あったりとか、まあ、僕のね筋肉キャラにちなんでこうプロテインがとか。今回は皆さんご存知でしょうか、 PFC バランスというものを、まあ、三大栄養素のことですね。タンパク質、脂質、炭水化物、この3つの三大栄養素ですね。これのバランスが非常に重要です。僕今回タンパク質が 16g、 脂質 1.7、 驚異の 1.7、 炭水化物が62。これはすごい。コンビニに売ってる食べ物です。何でしょう。チチ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 チ本当に、まあ、物事楽しそうにあるし、面白いし、頑張り屋さんだし、やっぱりねこの人は僕の人生において、必要不可欠な方です。紹介します。中山筋肉さんです。まあ、ここに中山筋肉さんとね入れるわけにはいきません。文字数制限もあります。なのでやーです。この刺繍を入れれば敬意は伝わるだろう。やー、次親指刺繍です。ユニクロの、T シャツで結構有名だと思うんですけど、こう目がバッテンになってるやつ、セサミストリートとかとコラボしてると思うんですけど、ジョーカウズっていうデザイナーがいます。これを入れます。色をねこれはちょっと目立たせたいから白にします。まあ、今回本当に攻めない、刺繍はちょっと攻めた、頑張った。でも平裏くーってことで、今回はローリングスのオーダーグラブシミュレーションしました。また届いたら紹介したいと思います。それでは以上です。じゃあ皆さんこの言葉でお別れしましょう。皆さん大好きな言葉いきます。せーの、パワー。いやー、これはですね、中洲以上に攻めてないですね。中洲がオーダーしたアシックスのオーダーグラブがめちゃくちゃ攻めてないデザインだったんですけども、その中洲の上をさらにいってます。ローリングさんはね、しかも派手なグラブを結構既製品でも出すので、それよりは確実に地味でしょうね。じゃあ、まあまず見てみましょう。じゃじゃじゃーん、こちらがライルのオーダーグラブでーす。HOH の革のツヤがすごいいいんで、まあ、これは湯もみとかせずにね、そのまま片付けして使ってもらいたいですね。ベースが全部黒で紐だけが色違うっていう、ピッチャーの2色グラブかよっていうね、そんな感じになってますね。そしてこの刺繍の意味、ライルの解説がないと全然分かんなかったところでしたね。黒ベースに黒ラベルってかっこいいっすね。これはね、あるようでなかった。すごくね、いい。あとは革がいいですね。個人的にはね、好きな形ですね。まあ、HOH の革自体がしっかりしてるんで、補給面にもね、やっぱシワは入りづらいですよね。最近ライルはファーストに目覚めがちですけども、外野を守るときはこのグラブを育てて、ファインプレー連発してくれることでしょう。以上、ライルのオーダーグラブ紹介でした。研究熱心なライルが今年挑戦しているのがこちら。スイッチヒッターのライルは右投手の場合左打席に入っておりましたが、今年からは右、とにかく右専門でいくそうです。確実性を増すため、自信のある右一本で調整していくことにしたライル。ライルの並々ならぬ決意が背中からにじみ出ております。そして右での成果がようやくこの試合で出ます。都内の強豪チームエコプラントの練習試合、まっすぐ振り遅れた。ライルにしては珍しい空振り、変化球でも待っていたんでしょうか。まっすぐに強いライルが変化球打ち、追い込まれたライル。そして4球目、坂藤投手挟んでいる、フォークボールか。
ライル撃った。おお、入った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 。これは入った。えぐい。えぐい。打球がぐんぐんと伸び、ホームラン。先制のツーランホームランとなります。変化球、ライル打っていくもショートゴロ。2打席目はショートゴロとなりました。結果クーニンズはエコプランに3対2で敗戦。ライルは2打数1安打1ホーマー2打点の成績でした。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。